これがだんじりケヤキの木を紡いで作ったスカーフです。だんじりケヤキの木を紡いで作ったスカーフ、世界に唯一の新素材です。触ってもいいですか？どうぞ。うわぁ、なんか薄い薄い缶なの。そうです、薄いんですけど張りがあるんですよ。軽い、ちょっと木の匂いがすると思います。缶なの匂い。あ、缶なの匂いですか？竹中工務店みたいな癒されるでしょ。竹中工務店行ったら薄い薄いそんなカンナを見たんよ。はいはい、筆筆、はい、これはね、弊社独自の技術で。この3種類はどう違うんですか？濃さですね。濃さ、どれぐらい入れ込んでるかです。こっちの方が一番硬い針があるんです。もうちょっとこっちの方がパリッとしてくる。これは一番ソフト。あ、柔らかい。カンナの世界やな。なんて表現したらええんやろ。カンナの、カンナの綺麗。カンナの綺麗。あの、ケヤキの木をですね、粒子化してこうやってこういろいろな身の回りの天然繊維とハイブリッドさせてるんです。全部ケヤキの木って決まってるんですね。あのケヤキの木だけでなくて、例えば高野山の杉とかヒノキだとか、いわゆる御霊木のようなもので作ったりですとか、あの吉野のヒノキで作ったりですとか、いろいろな産地のその物語とかストーリーのある木をいただいて、こうやってあの森をまとうっていうことにテーマにですね、森をまとう、さまざまなあの繊維に描いています。例えばこういうだんじりの彫刻の端材っていうのがあるんですけれども、だいたいだんじりを彫刻すると3分の2をですね、あの神様の木の3分の2を捨てざるを得ないのが現状で、その一部をいただいて、まあ、こういうマスクにしたりだとかスカーフに再生させることで最後まで大切に使いましょうというような活動もしてます。すごいな、これは全くイメージが違うでしょ、これ断じと、うん、パリコレの世界、ね、ああ、まあそんな、そうですね、あのフランスの方とかはやっぱり驚いてくださいね。ね、ね、ヨーロッパの人らは目超えてるから、うん、だから今ね、こうやってコロナで日本に来れない人たちとか、うん、まあ、日本ロスしてる人にね、うん、新しい形でこうつながったらいいなと思うんですけどね、うん、マスクはでも本当にそういう形でね、これからあの例えばお遍路さんで、あの高野山の木でできたマスクで巡礼していただくとかですね、まあ、そういったことも今一緒にあのお遍路さんの方たちとあの計画してたりとかしてます。